ほらほら、携帯電話のストラップ。ショートカットして中入られたよ。いいの？あ、いや、痛いってもう。痛い。うん。ピヨピヨ。このぷよぷよが気持ちいいです。甘えてます。甘えた声です。痛いって。3つ目だらけの女性です。この子は私の中では尻尾曲がり、この子だけお尻の形が違います。尻尾がキュッと下がってます。痛い痛い。よいしょ。こいつがさっきから背中をつついてます。悪気はないねんけどな、悪気はないねんけど痛いねんで。痛い。今は手つつきました。首絞めるよ。こらなかなか産めへんな。
いや、目の前で仕上がった。また仕上がった。コツンは画面つついてます。こら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 これ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 、こいつが画面つついてます。あかん、見慣れてたら、あかんて。
暑いわ。みょうが、みょうがいっぱい伸びてきました。ちょっと回りしてこうか。あげようか。あげようか。どこ向いてんの。こっちが大きいやったな。この株の出てくるのが少ないから、ちょっとここ置いとこうかな。
肥料やらなあかんな。この先っちょに虫がおんねんけど、私が回ると反対へ逃げていく。あ、飛んだ。あ、ぶっちゃに止まった。よいしょ。あ、赤ちゃんはこんなんが止まってます。もうない、もうない、もうない、おしまい、今日おしまい。もうちょっとしたら2キナリの分の1回目が食べれそうですね。あ、ほんならもういっぺんニワトリ見に行って降りようか。ちょっと待ってよ。よいしょ、よいしょ。開けときます。どうなった？お、よいしょ。立ち上がってるやん。今だ、今だ。生まれましたか？気にしてや。あれ、まだ産んでないね。気を引くためにポーズした？まあ、そんなことはないんでしょうけど。タイムオーバー。行こうか。あ、せや。水あります。大丈夫。降りようか。ん？まだ食わないわ。
こうか。小松の声流れてるとこへ根っこつけて置いておきます。これはとりあえず一つあげときます。よいしょ、よいしょ。よっ、ほい。結局産んだんかよ。